ただいまご紹介に預かりました文部科学省障害学習政策局情報教育課長の梅村でございます公益財団法人パナソニック教育財団主催の実践研究助成平成29年度成果報告会の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げますはじめに公益財団法人パナソニック教育財団におかれましては設立以来累計で約2900件にお 上る実践研究助成を通じまして学校における教育の情報化の発展・普及に多大なるご尽力をいただいておりますことに対し厚く御礼を申し上げます。また本日、はやある各賞を受賞された学校の皆様におかれましては誠におめでとうございます。今回の報告会では27年度、28年度の2年間にわたり活動しました特別研究指定校 またその他の女性校の皆様によりまして、例えば、生徒の主体的な学びを重視した授業の工夫改善や、あるいは ICT を活用したアクティブラーニングの実践と評価などの取り組みの成果について、ご報告いただけると伺っております。本成果報告会を通じまして、ICT を効果的に活用して、教育上の課題の改善に取り組む実践事例に触れられることを大変楽しみにしております。 先ほども小野理事長からもお話ありましたけれども本年3月に文部科学省としまして小学校および中学校の新学習指導要領を告示いたしましたその中では情報活用能力というのが学習の基盤となる資質能力だということで位置づけまして小学校からです、ね、プログラミング的思考の育成を図ると,といったことや ICT を活用した学習活動の充実を図るということといたしております。 であの先般、閣議決定されました骨太の方針ですとか未来投資戦略、こういったところにも教育の情報化を進めようと、えー、いうことが盛り込まれておりまして、文部科学省としましては、引き続き、えー、教育の情報化を全力で推進していきたいと考えております。今、え、回、ー、にご参集の女性校の皆様におかれましては、本日のご報告いただく成果をぜひそれぞれの学校において共有されることを通じまして、 またそれぞれの地域にも広げていくことも意識していただきながら優れた実践事例の創出につなげていかれるものと期待しております結びに本事業を主催されます公益財団法人パナソニック教育財団をはじめとしていたしまして関係各位のご尽力に改めて敬意を をしますとともに皆様の今後ますますのご活躍とご発展を祈念いたしまして私からの挨拶とさせていただきます本日はおめでとうございました